本日は札束と温泉渡辺隼人役の小越優希さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。まず役が決まった時の感想を教えてください。そうですね、今回その監督の川上さんと以前に人狼ゲームという作品でご一緒させていただいて、その作品で主演でやらせていただいたんですけども、その川上監督がまた新たに、違う作品で映画を撮られるというので声をかけていただいたので、すごく嬉しかったです。またご一緒できることもそうですし、気にかけてこうして声をかけてくださったことがとても嬉しくて、またこの作品で何か、自分なりに残せたらなと思いました。ありがとうございます。では続いてロケ地温泉旅館での撮影エピソード、裏話もあれば教えてください。そうですねなんか本当に実際撮影した場所と泊まった場所は同じ旅館だったので、僕は割とずっと出てるわけではないので、空いてる時間とかもあって先に終わっちゃって外をブラブラすることもあったんですけど、この、泊まってるところが一緒なので出る時とか帰ってくる時にまだ撮影とかしてて、なんか申し訳ない気持ちになってっていうのはありましたけど、なんかすごい、なんだろうな、同じ場所にいたからこそなんか自分もその場に存在している感覚というか、なんかそんな気持ちになりました。ありがとうございます。本編では温泉に入っているシーンはなかったと思うんですけれども、はい、裏で入られたりとかはしたんですか？入りました。せっかく別府の地に行かせていただいたので、地獄巡りもしましたし、あとはその旅館に露天風呂、その劇中に出てくるお風呂があるんですけど、あれが実際時間で借りられるんですよ、その部屋ごとに。なんでそれで一人で入りました。気持ちよかったですか？気持ちよかったですありがとうございます。では続いて注目してほしいシーンありますか？そうですね、自分のことで言えばやっぱ僕の役の情けないところですかね。これは、どうなんだろうな、告知のてか予告の VTR にもあると思うんですけど、ちょっと情けなく何回もやられてるところがあるのでそこはちょっと一つ見どころかなと思います。ありがとうございます。では続いて演技をするときに心がけていること、大切にしていることございますか？そうですね、いっぱいありますけど、でもその中でも自然とその役としてその場であったりその世界空気に溶け込めるようにっていうのはすごく考えてはいますし、すごくこう繊細に心のひだというかアンテナというか、そういうものはすごく敏感にしていいよっていうのは思っています。なんで相手の言葉をしっかり受け取るとか、なんかそういうことはすごく大切にしようと心がけています。ありがとうございます。では続いて川上監督の印象を教えてください。そうですね、なんか先ほども言いましたけど人狼ゲームからご一緒させていただいて、またこう少し時間が経って今回の作品を一緒にやらせていただいたんですけど、相変わらずすごく真面目な方で、その作品であったりとかっていうものへの思いであったりとかっていうのがすごくまっすぐで、熱さをうちに持っている人だし、こだわりもすごいので、こうしたいっていう自分の思いをすごくまっすぐに伝えてくださる方なので、そういうところは本当に素敵だなと思います。ありがとうございます。では最後に東京ボーダレス TV を見ている視聴者様にメッセージをお願いします。はい、そうですね、札束と温泉今公開中です。なんですかね、すごく見ていて自分もそこにいるんじゃないか、一緒になんかついていってる感覚になるというか、何もこう深く考えずに楽しめる作品だと思うので、ちょっと興味あるなと思ったら足を運んで見ていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。これで以上になります。本日はありがとうございました。そろそろ上がる。そうなんだけどね、今ちょっと考えてることある。何それ？何でもない。やるでしょ。2000万円ぐらいある。2000万？2000万
ってどうすんのこれ。外国のマフィアとかヤクザとかそういうのかもしれないって。まさにそれだった。ヒカルがさらわれた。死にたくなければまずは見つけてきてください。カメラもまだ回収してない。カメラ回収気にしなくて。ただ金多少は引っ張れるかもしれない。先生私とも会えなくなっちゃうの。だからあのお金がいるの。絶対死んでる。逃げたりしたら殺しますから。私見つけるの得意なんですよ。どうしよう。通報したら一旦はいなくなりますけど、その後で必ず戻ってきて必ずお仕置きします。そして必ず売り払います。やっぱり売る。はい、売ります。私はお金がいるの。再出発したいの。それは君の事情だろ。偉そうに僕に説教なんかするんじゃない。あー痛いです。あ分かった。ちゃんと返す。本当に返した。捕まえてそこに連れてきて小遣いやるから。まさか信じたいのだってたいなんて嘘つき煙気配沈んだし。東京ボーダーレス TV